阪神競馬11レースエリザベス女王杯2200ですこの指数グラフメソッドはダート地方が主戦場でダートよりはるかに予想変数が多い芝では若干精度が落ちますがあくまで指数予想の一つとして参考としてください本レースは5番マジカルラグーンが過去1年間未出走ですこの一等は予想対象外です能力偏差値ですが B ランク3等、C ランク6等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適性分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は、青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。 この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定二重丸を打っています。二枠三番、ピンハイです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、連帯四角は十分です。前馬比較のグラフへ切り替えます。この馬の黒色は 上位混線の一等であることがよくわかります。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の青線が右肩上がりで成長中です。さらなる成長による上積みが見込めます。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2 2 0 0ルとなります。指数がピークとなっている一層前は、ピンク色の着順が一着で、紫の丸が1800、1800が適距離ですが、 2走前の紫の丸、2400への距離延長では指数を下げています。2200は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。先行力分析シートでレース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。 指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前は七番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は49で11位です。上がり指数は70で4位です。平凡な上がり指数で、差せないリスクも若干あります。 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1回催を表します。今回は、21週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。8枠17番、ウインマイティです。 能力偏差値は2位で、偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では前層に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は紫の丸が24002400 24が適距離ですが、2。層前の紫の丸2000ではまずまずの指数をマークしています。 2200は守備範囲です。展開面を見ていきます指数がピークとなっている1走前は7番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は75で5位です上がり指数は60で16位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価していいですレース感覚を見ていきます今回は、 16週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2走目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地阪神での出走です。阪神では、他の開催場と比べて、高指数をマークしています。上適性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています2枠4番、レアリングタクトです能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります金5層では、2層前に黄色線を上回っています能力的には、上位混戦の一等で、連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が2200、2200は敵距離です 展開面を見ていきます指数がピークとなっている2走前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は57で9位です上がり指数は65で13位です上がり指数は全く評価できません差せない高いリスクがあります展開面はマイナス評価した方がいいですレース間隔を見ていきます今回は 13週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。上的性を見ていきます。阪神では他の開催場と比べて高指数をマークしています。上的性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠14番赤い糸です。能力偏差値は4位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている4層前は、紫の丸が2000、2000が適距離ですが、昨年の11月の紫の丸、今回と同距離の2200では、まずまずの指数をマークしています。 2200は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている4走前は7番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は44で14位です。上がり指数は68で8位です。先行力、上がり指数ともに全く評価できません。させない高いリスクがあります。展開面は、マイナス評価した方がいいです。 レース間隔を見ていきます。今回は22週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。6枠11番、ナミュールです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、 上位場には劣りまままますすす着候補までで良いいと思います距離適性を見ていきます指数がピークとなっている一走前は紫の丸が20002000 2000が適距離ですが2200への距離延長適性は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっている一走前は9番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は54で10位です。上がり指数は74でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と、指数の青線が、正比例しています。明日も、馬体が増えていれば、プラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は、 21週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは17番、ウィンマイティです。能力偏差値は2位の B ランクです。展開とレース感覚と上適性を高評価しました。対抗丸を打ったのは3番、 ピンハイです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離にリスクはありますがレース感覚と調子を高評価しました。黒三角を打ったのは11番ナミュールです。能力偏差値は5位の C ランクです。距離にリスクはありますが展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは4番デアリングタクトです。 能力偏差値は三位の B ランクです。展開にリスクはありますが、距離とレース間隔と上適性を高評価しました。